バイクが踏みます。なぜ左側から抜けねえんだよな、こういう時に感じるな。左開けてんのにな、わざわざイエローカットしてんだよ。そこは横断歩道だしな。はい、信号無視。バイク吸ってんのが脳みそ入ってねえやつばっかりだな。まっとうなライダーさんの気の毒だよな。こういうやつってさ、パトカーの前ではやらねえだろ。なあ、ここまでやるんだったらパトカーの前でもやれよ、根性なし。前方赤信号です。対向車が信号無視します。接触事故発生です。信号無視の結果ですね。信号無視した方は外国人だったそうです。交通の妨げになっている2台、撮影者が的確な指示をします。まず車移動させた方がいいですよ。そうですね、渋滞させないためにも動かせるなら移動しましょう。それにしても信号無視はやめていただきたいですね。歩道にバイクです。駆け抜けていきます。当たり前のように行きますね。バイクで歩道走行をやめてください。この自転車、携帯、片手運転です。さらに車の前に右から割り込み、そして逆走信号無視です。最後は斜め横断でした。やりたい放題の自転車、本当に危険で迷惑ですね。こんな乗り方はやめてください。